機関を待たせ、もうすぐ始まるよ。せーの、アズレンナビゲーション抜秒。指揮官の皆さん、こんばんは。アズールレーンで千歳と千代田の声を担当しています、関根ひとみです。アズレンナビゲーション、略してアズナビ、第4回の配信が始まりました。はい、ということでもう2月になりました。いやー、もう1月からこの番組スタートしたんですけれども、1ヶ月経ちました。嬉しいですね、早い。いやー、そしてですね、2月に入ったということで、マンスリーコーナーの方もね、新しいゲストの方が登場します。なんと榊原由衣さんが登場してくださいますので、そちらの方もお楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。そして今回もこの方と一緒です。指揮官の皆さん、こんばんは。ヨースターで広報 PR を担当してます、運営 M です。なんか呼び込みちょっとたどたどしくなかったですか？ちょっと迷いました。どうやって呼び込めばいいのか、ちょっとやっぱ最近寒くなって口がかじかんじゃったのかなっていう。やっぱ乾燥ってやっぱり最適ですよね。そういう感じのカミカミな感じだったんですよね。あ、はいはい、そうです。心のディスタンスとかじゃないですよね。ディスタンスはこの壁の隔たりだけ。結構ありますよ、それ。心の心にアクリル1話は結構ありますよ、アクリル板1話今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、YouTube でご覧の方はぜひコメントをたくさん打ってお楽しみください。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは始めていきましょう。アズレンナビゲーション、スタート。アズレンナビゲーション。この番組はヨースターの提供でお送りします。アズレンナビゲーション。アズレンナビゲーション。改めまして、関根ひとみです。改めまして、ウエムです。エムさん、どうしたんですか？はい、今の見ましたか？見ましたか？見ちゃいましたか？アイキャッチできました。もうちょっと第1回目、第2回目とあと3回目もかな、はちょっと間に合わなかったんですけど、やっとアイキャッチが。そうなんです、実は粛々と作っておりました。かわいい。しかも私がいっぱい喋ってました。何回も私がそうすごい、千歳と千代田もいっぱいポポポポポって出てきて、めちゃくちゃかわいいですね。そうなんです、コーナーの合間に他のアイキャッチもありますので、ぜひね、ここも楽しみにしてもらいたい。注目していただいて。そうなんですよ、いろんなパターンのがあるので、ぜひぜひ。私も楽しみです。コメントとかでやっぱりこう反応があるとすごい嬉しいので、あ、そうですよね、みんなコメントいっぱい打ってほしいな。ちょっと皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこちらのコーナーに行ってみましょう。アズナビメール。ゲームの感想、パーソナリティへの質問やメッセージなどを紹介していくふつおたコーナーです。それでは指揮官の皆さんからのメッセージを紹介していきたいと思います。はい、そこでまずは裏剣指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。ひとみん、運営 M さん、こんにちは。こんにちは。初回放送のひとみんへの50の質問にて最初に選んだ初期間はラフィーと回答していましたね、うんうんうん、ラフィーといえば個人的には指揮官元気、ラフィーは元気だよ多分ってセリフがそうか、あくまで多分かと今でも強く印象に残っています。他にも指揮官に一緒に遊んでほしいと誘ってないと言いつつ、かまってほしそうにツンツンしてくるラフィーですが、ひとみん的には初期間に選んだ決め手は何ですか、ということでありがとうございます。いやー、でもなんかこの番組のツイッターの方でもガラフィーちゃんについて結構ツイートみたいなのさせていただいて、まあ、そこに書いてあることがまあ全てなんですけど、もうとにかく見た目ですよね。でもなんかこう声優さんとしてはこういうセリフ、このセリフで好きになりましたとか、やっぱどうなんですか、嬉しいなみたいな。そうです、でもやっぱりこの、うんうん、そのあくまで多分かっていうこともそうだなってすごい共感というか、うんうんうん、その多分っていう感じのテイストがやっぱ好きなんですよね私は。元気だよっていうキャラクターもちろん可愛くて好きなんですけど、うん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 、元気かがもう元気じゃないかもみたいな、このさじ加減が、おわせぶりか小悪魔かみたいな、かわいい な、 なんか頭がいっぱいになりますよね、その子で。あ、もうその子でもう心がときめいちゃってわかる。いやー、だからそういうなんかちょっと
なんて言うんだろう、気まぐれなところがすごく私はすごく決め手かもしれないですね。なんかこう関根さん的にこうアズレンやっててこのキャラのセリフがちょっと心に残ってるなとか、もしくはなんか千歳千代田を演じてる時にこのセリフが好きだったとか。あーそうですね、うわー難しい。でも自分が演じたキャラだと結構なんだろうな、千代田のセリフが結構、うんうんうん、なんか元気で可愛いのがすごく好きで、あーでもいっぱい基本元気な感じですもんね。なんか水着の時の、うん、あの刺激的なやつ、あの刺激的な水着の時のセリフがすごく好きで、こうなんかパシャって水かけて、うん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 、なんか目痛かったみたいな感じのテイストのセリフがあるんですよね。うわ塩いや水みたいな、これは指揮官今すぐ開いて、ね、持ってる人は聞いた方がいいんじゃないですか。そういうなんかちょっといたずらっ子なところが出てたセリフがすごく可愛くて、自分でもこうそういうキャラクター演じることが意外と少なかったりしたので、なんかこう天真爛漫な感じが新鮮で、自分にとってもわかる。あとなんかこう立ち絵の時は、まあ、通常の時はまあ普通のこう硬派なセリフが多かったりするけど、こう着せ替えとか好きになった瞬間緩んだその子の一面のちょっとシチュエーションの違うセリフとかもあったりするから、まあそこも可愛いから、いやいいですね。やっぱその一人一人のキャラクターがすごい深くなんか愛されてるというか、セリフにいろいろ出ているのがいいですよね。なんかこう皆さんのこういうここでこの子が好きになりましたみたいなのはちょっと私も知りたい、うんうん、確かに。改めてちょっと今このセリフ聞こうって思ったもん。いやいいいい、本当いいですよねこのセリフ、かわいいな。そうなんですよ、です、ね、皆さんもちょっとお気に入りのセリフとかあったらね、もっと勉強して好きなセリフ見つけよう。好きなセリフ見つけたら教えてください、はい、ランキングにしようランキングにしよう、心に響いたセリフランキングあいいですね、いつかやりましょう。いつかやりたいな。はい、それではお次のお便りです。はい、原都市機関からいただきました。ありがとうございます。関根さん、運営部さん、こんばんは。こんばんは。再びアズレのラジオが始まって日曜日の楽しみが帰ってきた感じです、はあ、そんな私ですが、知人にアズレを教えてもらってアズレ沼にハマってから早3年が経過し、うん、お長い、ついに、計画館3期が全員揃いました。嬉しい。この計画館っていうのが普通のこう建造だったりとか、こう階級を攻略するので手に入れるキャラとはまた違って、もういろんな経験値を貯めてとか、うんうん、いろんな条件クリアしてやっと入手ができる子なので結構、ね、すごいですね。大変なんですよ。そんな子を全員揃えたので、これは本当に春と式か、おめでとうございます。はい、前回の鉄血イベントで随分経験値を稼がせてもらったので、最後の一人のオーディンはこの子、鉄血の子ですね、かなり楽ができました。こんな世の中ですが油断せずにみんなで頑張りましょう。追伸、初めて結婚したのはプリンツオイゲンでした。このことで、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい、いや3年もやってくれてるの嬉しいですね。いやだって私からしたらその全部集めたなんてもうみたいなすごい、でも3年くらいかけて、嬉しいですね。すごいな。そう、初めて結婚したのはプリンツオイゲンでした。おセクシーなお姉さんですけど、関根さんはこう、私結婚するならこの子なんだ最初会っての決めてます？まだちょっと悩み中。誰と誰と誰と誰 で、この前そのザラちゃんを聞いたので、なんかその運命的な出会い、可愛いすぎて、いや可愛いんですよ。いやだからちょっとその結婚のシチュエーションでどんな、なんか感じのセリフなのかっていうのを聞いてみたいなって思いました。それぞれね結婚のボイスもあるから、ちょっと、いやちょっと大切にしたいですね。いや最初の結婚は、結婚大事本当に。そう、一番最初の結婚、結婚は、推しの感がいて、エルドリッチじゃんっていう、その子と結婚したいなって思ってたんですけど、サラトガっていうキャラクターがいて、その子がなんか指揮官にチュッて私の恋心あげるって言った、気づいたら指を渡してたんだよねいやーとか、サラトガちゃんか、サラトガちゃん、いや気づいたら結婚指渡してたんだよ、あれ魔性の女やで私悪くないでそっか、だから私も今ザラちゃんにあげたいなとか思ってたら、思ってるんですけど、もしかしたら気づいたら指あげてるかもしれない、気づいたら突然出てきたあれみたいな、素敵な女の子にあげてるのかもしれない、気づいたら結婚してましたってなってるかもしれない、まあ、そうかもしれない、ちょっと楽しみだな。そうなんですよ。いやでも本当にすごい、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいな。はい、はい、ということでですね、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。
き続き番組では指揮官の皆さんからのメッセージをお待ちしています。はい、アズレンをプレイしていて達成したことやアズレンでの失敗談、うん、さらに私たちに聞いてみたいことなど何でも OK です。答えるか答えないか分かんないたくさんの投稿お待ちしております。ウィー、アズレンナビゲーション、続いてはこちらのコーナー、みんなのアズレン AR SS。 ゲーム内についている機能 AR カメラを使ったり、ゲーム画面をスクリーンショットでパシャッと撮って送ってもらうコーナーです。はい、現在募集中のテーマはですね、私実際お腹が空いてるんですけど、ひどいテーマですよ飯テロ画像です。いや、これ流れてるのも22時ぐらいだと思うんですよ。確かに、いや、ひどいコーナーですよ。ちょっと夜食買っちゃうかなっていう時間ですね。買っちゃうかなってなっちゃう。そんな罪深い投稿をご紹介していきましょう。はい、ということでまずは、はい、こちらの指揮官さんからいただきました、辰宮指揮官さんです。ありがとうございます。こちら、わー、お腹すいたよ。そう、関根さん、Mさん、こんばんは。つけ麺の画像とか、ということで、私の一番お気に入りのつけ麺の写真を送らせてもらいました。推しはいぶきなので、いぶきと一緒にいただきました。ということで、なんか美味しそうすぎてちょっと涙出てきたもんね。お腹すいた。美味しそう、美味しそう。しかもなんかちゃんとこのご飯までついてますよ。美味しそうなんだけど辛い、本当に本当にお腹すいた。いや、美味しそう。つけ麺いいな。めっちゃつけ麺食べたくなってきた。めちゃくちゃいいですね。つけ麺さん、つけ麺のどこが好きなんですか？つけ麺、うわー、なんだろう、美味しいからどこって言われてもあれだけど、もうまず麺を味わうんですよ、うん、最初に。なるほど。何もつけない、麺だけを食べるんですよ。つけ麺を食べるときはで、まず、あ、こういう麺なのかみたいな思ってからつけるっていう。この辰宮指揮官さんは左利きなんですかね、うん、どうなんだろう。左、確かに左利きなのかな。すごい美味しそう。着眼点がすごい。もう今ちょっと左利きかどうかが気になって夜も眠れなくなりそう。あ、でもすごい、なんかいいですね。すごい綺麗に収まってる写真が。一緒に食べましょうって言ってる、うん、こういう風に使うんですね。そう、ちょっと私もやってみようかなと思いました。ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、イサポン指揮官さんです。ありがとうございます。おー、あ、ミカさんだ。健全な食生活を送ってこそ仕事の成果が出るものであると言わんばかりに、体に良さそうな食事を用意するミカさん大先輩一見手間がかかっていそうだが、ご飯を炊く、魚を焼く、味噌汁を温める以外は全部保存食なので、食事の用意の手間もかからないというところにこだわりを感じるという妄想しながら作りました。ちなみに20品目の食材が入っています。ということで、すごい、そのミカサっていうキャラクターが、はい、なんだろうな、こう大先輩ポジションで、ジオの陣営の子から慕われてて、こう還暦も長くて、ちょっとおばあちゃんみのある、うん、こんなね、こんな可愛い見た目をしているのに、そうなんですね、っていう感染なんですけど、これはこのミカサが用意してくれた。さっきのつけ麺はいぶきと一緒に食べるみたいな感じで、これはミカサが用意してくれたよみたいなシチュエーションってことだから、このシチュエーションを聞くのもちょっと面白いですよね。確かにそうですね。めちゃくちゃ、うわ、朝って感じ。いいな、私漬物めちゃくちゃ好きで。わ、いいですね。きゅうりの漬物めちゃくちゃ食べたい美味しそう大好き。すごい。なんか、そっか、そういうね、そういう着眼点もあったのか。でもなんかこう、私何が好きだなっていうのを改めて知ることができた。きゅうりの漬物好きだな食べたくなってきた。改めてありがとう、イサポン指揮官はい、じゃあ続いてのお便りいただきました。はい、ゆき指揮官さんです。はい、ありがとうございます。わー、アズナビ放送開始ということで SS でこんなの作ってみました。はい、千歳が夢で熱々のピザピザで寝ている。熱々のピザピザって書いてあります。かわいい。嬉しい。これ両者のあれですね、家具を使って。めっちゃかわいい。このピザの部分はちょっと画像を加工して作ってくれたんだと思うんですけど。なるほど。あのピザハットさんコラボの家具があって、多分それをね。なるほど。そうそうそう。私まだこのここの使い方がまだちょっとよく分かっていなくて。そうね、両者っていうのがこう快適度があるんですけど、うんうん、その快適度に応じて感染のコンディションだったり経験値がたまったりするので、めっちゃ大事なんだ。そこに入れとくだけで経験値がたまるのでおすすめなのと、
この家具とかを設置するのが楽しいんですよ、可愛くて。確かに。そうだからぜひぜひ。うわー、なんかいろいろ揃えたくなっちゃいますね。なかなかやっぱ AR の方が撮りやすいので、うんうん、AR の投稿も多いかなって思うんですけど、こうやって家具を駆使した画像も楽しみ。わあ、それいいですね、うん、ぜひお願いします。めっちゃ可愛い。ちょっと私もここをちょっと見逃してたから、ね、しっかりここも。関根さんもちょっと熱々のピザでいつか寝てもらって。ピザで寝てもらって。焼けたって助け大丈夫ですか。そう、私が具だよって言ってもらったら私が優しく助けるんで。あ、ちょっと次です。ディレクターさんからなんか次って言われました。まだまだこの時間使って。はい、ということでですね、続いてリリア指揮官さんからいただきました。はい、ありがとうございます。トロリンチョコプリンラテに座らせてみた、スイーティーって書いてあります。かわいい。かわいい。いやー、これ私見た瞬間これだって思ったんですよ。この使い方がうまいなと思って。すごい、本当に座ってるみたい。本当に座ってるみたい。なんかこうコンコードちゃんが甘いものが好きな女の子なんですけど、うんうん、もうとうとうね自分がスイーツになっちゃったのかなっていう。めっちゃかわいい。これ結構撮るのも難しいですよね。合わせるのすごいお上手だなって思いました。これすごい。いいですね。私を食べてみたいな、そういうシチュエーションなんですかね。そうなのかも。そうなのかも。やっぱ妄想なんかお得意なんですか。違うんですよ、あの女の子をめでるのが生きがいなんですよ。そう、もうこれ職業なんですよ、私の職業。職業だから女の子をめでるっていうのは職業だからしょうがないんです。私も本当やりたくないんです。やりたくないです。でもこれをしないとこうお給料が入ってこないんです。そうなんです。失礼いたしました。そう、しょうがないです。これやらないと夜も眠れない体になっちゃったんです。なるほど、そうだったんですね、うん、ちょっと勉強になりました。 M さんのことをね。だから月根さんもちょっとそういう職業にいつか医者についてほしい。私もじゃあ声優やめて。女の子を職業に。あそこに歩いてる女の子はいいね、カバンを持つ手がいいねみたいな。ちょっとそれは遠慮しておこうかなというふうに思います。あ、でもすごい可愛い。本当いろいろとありがとうございます。素敵な投稿ありがとうございます。はい、今回はここまでです。はい、引き続き募集するテーマは飯テロ画像です。皆さんからの投稿お待ちしています。はい、アズレンナビゲーション。続いては月替わりでゲスト観戦の声優さんが担当するマンスリーゲストコーナーです。今月はオーロラの声を演じる榊原由衣さんが担当します。それではどうぞ。アズレンナビゲーションをお聞きの皆さん、こんばんは。アズールレーンでオーロラの声を担当しています榊原由衣です。2月は私がこのゲストコーナー担当していきます。イエイイエイ。そして今月行っていく企画はこちら、クイズ、これって何の名前。はい、暁の女神とか銀色の幻影とか異名を持つオーロラちゃんでございますが、そんな彼女にちなんで番組が用意した異名が何を表すのかクイズ形式で回答していきます。なんだとクイズ、急にクイズですね。例えば森のバターっつったアボガドみたいな、そういう感じらしいですね。はい、大丈夫かなこれ、何回も大丈夫かな。というわけで今回の問題はこちら、海のミルクといえばなーに。まあこれは結構有名っすね。うんうん、これ知ってる人多いんじゃないかなと思います。はい、お、じゃあちょっと行ってみましょうか。なんとですね、このコーナーサプライズがあります。では回答はオーロラちゃんにお願いしてみましょうということで、オーロラちゃん答えは何だと思いますか。そうですね、答えはトロトロな牡蠣ではないでしょうか。これはね、そうですよね、海のミルクといえば何ということで牡蠣ということで、ビタミンやミネラル、亜鉛など牛乳と同じような栄養素を含んでいることとか、そのみずみずしさから海のミルクと呼ばれていますということで、なんかちょっといい感じの名前ですが、私牡蠣アレルギーなんですこれなんだ、美味しいんですよ、食べるの美味しいんですけど、4回チャレンジして4回ともちょっとリバースをね、もう残念ですね、もうね私皆さんはね、食べられる人はもうガンガン食べていきましょう。はい、というわけで今回はここまででございます。こんな感じで、異名クイズに挑戦していきますので、次回もお楽しみに。
ここでちょこっとお知らせです。オーロラの結婚衣装が実装されました。わー、ぜひオーロラと結婚してください。めっちゃちょっとちらっと見せてもらったんですけど、むちゃくちゃいいですよ。背景も合わせてもう全部の雰囲気がめっちゃいいので、ぜひ皆さんゲットしてください。そして現在放送中のテレビアニメ美足前進の主題歌ロンギングフォーと真昼色シエスタが一つの CD になって発売中でございます。はい、曲流れておりますね。はい、私が歌う真昼色シエスタの方はですね、今回可愛くまったりふんわりというね、休息、選手の休息って感じで歌っておりますね。はい、さっきのオーロラちゃんの声もそうですけど、この歌の声もそうですけど、喋ってる声と全然違うっていうのはね、ちょっと置いておきましょうね。はい、皆さんそこを踏まえて楽しんでいただけたらと思います。アニメと合わせてぜひチェックしてくださいということで、告知私ちょっとしたいと思います。実はですね、2月13日にバレンタインライブをやりましてですね、そこで配信でライブも生配信で見られるんですけど、そこでこの真昼色シエスタが生で聴けるというですね、はい、皆さん今ライブに行けないのでね、配信の方でね、全国どこにいても楽しめますので聴いていただきたいと思います。ぜひ、配信の方でライブ見られるので、ホームページとかツイッターをチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで最後に、このアズナビのパーソナリティである関根ひとみちゃんに一言メッセージって言われてるんですけど、お会いしたことないんです。ということで初めましてね、いつかお会いできるといいな。なんかちょっと同じラジオの中なのにちょっと離れているんですけども、はい、いつかラジオとかでもねお会いできるといいなと思います。なので会った時はよろしくお願いします。というわけで次回も私榊原由衣がお届けします。ではまた来週。はい、榊原由衣さんありがとうございました。初の私じゃない方ゲスト私じゃない方です。榊原さんとはお会いしたことはないんですよ。その今メッセージいただいたところでもね、言ってくださったんですけど、まだないんですけども、ぜひなんかゲストとか、そうです、ね、実際に来ていただけたりしたら嬉しいななんて思ってます。なんかこう結構榊原さんがアーティストの方面に活動されてる方なので、多分現場とかでもそんなに、そうかもしれないですね。あ、確かにお会いされたことがない。いやー、ですが素敵、ありがとうございました。本当にその美足前進 の、はい、テーマ曲も歌っていただいたりとか、あとオーロラちゃんの結婚衣装も実装されたりとかで今回お呼びしたんですけど、いやね、オーロラちゃんはクイズに正解しましたけど、はい、分かりました。いやー、分かんなかった。海のミルク知らなかった。何だと思いました？白子かなと思って分かる。でも白い騎みたいな。いや、海のミルクの意味が分かんなくて、いやなんか海からミルクは取れないよと思って。いや、そうですよ。でも言われてみたら、そう言われてみれば牡蠣かみたいな。私ウニかと思ってたんです。あー、なんかもう海の食べ物が何も思い浮かばなくて。え、そういうの苦手なんですか？海の幸的な。海の幸、マグロとかそういうのは好きなんですけど、貝類とかはちょっと。あー、でも確かに苦手な方もいますよね。ちゃう。あー、そうなんですね。わー、でも勉強になりました。勉強になりました。いやー、ちょっと素敵だったの。曲もね、とても素敵だったので、私もちょっと聞き込んで歌えるようになりたいなって思いました。そっか、一緒にカラオケが嬉しいな。はい、ということで来週のゲストコーナーもお楽しみに。ねえねえ、アズレンナビゲーション、アズールレーン美足前進応援企画。はい、次回の美足前進のアニメのワンシーンを見て関根さんに5話の次回予告を予想してもらっちゃおうというコーナーになってます。おー、心の準備はいいですか？はい、行きますよ。ではスタート。次回の美足前進は、わー、なんだろうこれは。ですね、はい、黒のスマホと白のこうスマホのガシンコバトルみたいな企画みたいな。白いスマホ勢のと黒いスマホ勢でこう争って、笑顔なんだけど実はこう闘争心で争ってるみたいな。それをこうちょっと旗から後ろからこう頑張れみたいな、私は白の
あの味方だよみたいな感じの携帯会社の話みたいな感じかな。携帯の話だと思います。次回、友達と大切な人と友達を作る。すごく心がキラキラ。あ、惜しい。闘争心あふれる感じ。惜しかったな。アドミアルグラクシフェはお友達を作れるのか、次回お楽しみに。アズレナビゲーション、お送りしてきましたアズレンナビゲーション、そろそろお別れのお時間になってしまいました。どこ行くかデートの約束とか決めてない。番組では指揮官の皆さんからの投稿をお待ちしています。聞こえてる？メッセージの宛先はアズナビアットマーク温泉 .ag まで送ってください。番組ページの投稿フォームからも送れますよ。あ、そうだ。ごめんなさい。番組の公式ツイッターの稼働中です。普通お便りコーナー宛てのメッセージはツイッターでハッシュタグアズナビをつけての投稿でも OK です。あのハッシュタグアズナビをつけて関根さんと私のいいデートスポットを紹介してください。はい。おーおー現在アズナビ公式ツイッターフォローキャンペーンが開催中です。開催中です。お得なゲーム内アイテムが手に入るので、はい、フォローしてない方はぜひフォローしてみてください。お願いします。ちなみに私のアズレンの進捗や写真なども番組ツイッターにアップしていく予定なのでぜひチェックしてみてください。関根さんのつぶやきはかっこひとみなんです。あ、ダメだ、本当に関根さんっていうのが定着してひとみって呼びたいのに呼べてない。ちょっとぜひお願いします、ね。でもやっぱ体の距離が近くなることから始まると思う。体の距離、体の距離だからやっぱり一緒に添い寝をしてから、そしたら私ひとみんって呼べるようになる気がするんですよね。はぁ、なるほど。それはちょっと、じゃあ先はちょっと長いかもしれない。そっか、緊急事態宣言がね、そうディスタンス大事なんですね。そうそう、ディスタンスですもんね。ディスタンス開けたらもう空もうってやつですよね。信じてるぞ。あ、ちょっとアズレンカレのお知らせを読まなきゃいけないらしいので、ちょっとお仕事しろって怒られちゃった。はい、ですね、現在旧正月シリーズ2021の着せ替えが販売中です。ちょっとね、画面にブワーっとバッと紹介してると思います。皆さんどのキャラが好きですか？わー、かわいい。どうしたんですか、まるで見えてないみたいな反応。なんか、なんだろう、この子かな、この反応、この、ここら辺の、ねえ、そう、あの、が可愛いな、ね、皆さんの目には見えてると思うのでぜひよろしくお願いします。2月18日木曜日までです。続いて音楽情報です。テレビアニメアズールレーン美足前進の主題歌が発売中です。イエーイ。はい、初回生産分封入特典は家具感染をダメにするまんじゅう、どこかで聞いたことがあるネーミングですが、のシリアルコードが特典としてついてきます。こちらアンドロイド専用などでお気をつけください。はい、ではここで指揮官の皆さんから送っていただいたイラストをご紹介していきましょう。はい、まずはこちら、福風指揮官です。千歳千代田のツーショット、アイキャッチにも使えそうかもということで。わー、かわいい。ポクポクしててかわいいですね。かわいいですね。アズナビっていう文字も入れてくださって、確かに。わー、かわいい。なんかやっぱいいですね、このチビキャラみたいな。なんかこのお面もちゃんと再現してくれてるのが嬉しいですね。かわいい。表情もなんかちょっとね違っていいですね。なんか千歳と千代田のイラストもっとこうやって増えていくといいですね。嬉しいな、増えたら嬉しいです。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお次がなこにゃ指揮官からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アズナビが始まるとのことでとても楽しみです。毎週日曜日の楽しみ、ありがとうございます。わー、はい、わー、かわいい。この子獣王の子で、最近その定常で建造に追加されたので入手しやすくなったかな、入手しやすくなったというか入手できるチャンスができました。かわいい。うまい。繊細。すごい。これは額縁ですね。いや、これは額縁ですよ。私この桜の木になりたいですもんね。いや、すごい。かわいい。かわいい。素晴らしい。画伯でしょ。すごいです。本当の意味の画伯ですね。本当の。どうしたんですか。私は言われてたよ。ひとりさんも画伯って言われてますもんね。そうはい。あ、次行きましょうか。お願いします。はい、デドリディ指揮官からいただきました。いつもありがとうございます。デドリ指揮官。アズナビスタートおめでとうございます。あ、ちょっと親父ギャグがお上手だよね。はい、日曜日の楽しみが増えたねということで、
もうこの人はねシムスが好きで好きでしょうがなくて。あ、そうなんですね。なんかあの船の方のシムスが好きな方らしい、うん、のシムスから好きな方らしくて、そうなんですよ。かわいい、かわいい表情がたまらんですね。そう、たまらんですよね。でもこう船が好きでアズレのシムスも好きになってくれてってすごい嬉しいですよね。あ、確かに。そっか、 そういう経由で好きになる方もいらっしゃるんですね。嬉しいです。ありがとうございます。これからもねシムスとアズレのことよろしくお願いします。ありがとうございます。シムスのことを幸せにしてやってくれ。はい、イラストは以上かな。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じでですね、指揮官の皆さんからのイラストお待ちしてます。ハッシュタグアズナビ創作をつけてご投稿いただいた方、もしくはメールアドレスにご投稿いただいた方のイラストはサムネイルでも紹介させていただくことがあります。紹介させていただきたいなと思った作品にはご連絡させていただきます。ツイッターの場合は本番組公式ツイッターより DM を送らせていただきます。これはねツイッターをフォローしていただかないと DM が送れないんですよ。そう、ツイッターの仕様だからしょうがないの。いや、だから今すぐフォローをよろしくお願いします。それしかない。ない。はい、ということで今回の放送をお送りしてきましたが、はい、私たちの中結構深まったかな。あ、そうですね。なんかあの、うん、そのなんて言うんだろう、スタッフさんからもなんか言っていただいたんですけど、うん、なんかちょっといい感じの扱いになってきたねみたいなこと言われました。なんか私不思議なんですけど、回を重ねれば重ねるほど距離が伸びてる気がするんですよね。ここ でもなんかそういう風になんかお話できるって、これって距離縮まった証拠だなって私は思うんですよね。逆にね、そっかじゃあありなのかな。いや、なんかそういうことこれありだと思うんですよ。そっか、ジラシプレイだと思えばいいんですよね。もう好きとか出れば自分の脳みそで作るものですから。そう、相手に求めるものじゃない。それは求めた方がいい。求めてもいいんだ。ありがとうございました。はい、ということでそれではお別れのお時間です。お相手は関根ひとみと運営 M でした。バイバーイ。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りしました。千歳と千代だな。アズナビみくじ。結果はどうかな。大吉は魚座の指揮官。なかなかやるじゃない。見直したわ。中吉は乙女座の指揮官。小吉は射手座の指揮官。今日は獅子座の指揮官。獅子座の指揮官のラッキーアイテムは教科書。いっぱい勉強するといいことがあるかも。指揮官、千歳にも勉強させる？あ、何吉でもない指揮官はいつも通りの一週間になりそう。来週もまた見てね。バイバーイ。